ではあの時間がもう本当にきり、えー、がありませんが,、えー、キリが、時間がいくらあっても足りませんが、えー、最後に、えー、神保さんから一、えー、人ずつ、えー、左側で、えー、これだけは言っておきたいということをしゃべりいただいて、もしも高見沢さんも、えー、まだあればです、ね、最後に高見沢さんでよろしくお願いいたします、はい、あのまずあの、このインド太平洋地域の安全保障秩序をどうするかと。 いう議論の中で、やはりこの中国によるち力によるこう現状変更というものをいかに阻止するかみたいな課題は常に言われるわけですけれども、あの大変こうインド太平洋構想を進めていく上で大事なのは、やっぱりこうも問題を個別論点としてその国だけの問題にしないということは大事だと思うんですね。例えば日本尖閣ありますけど 日本が単体で尖閣を守ろうとすると結構厳しい局面となっているんですけれどもアメリカが日米安保条約の第5条を適用するというと突然このハードルを上げることができると大きなコストを課すことができるわけですね。でこれは南シナ海にもインド洋にも言えることで中国が何かこう現状変更をしようとすることに対して問題をこう国際化していくっていうのは、うん すごい大きななポイントになるんんだと思うんですでそのためにこういろいろ合同訓練をしたりプレゼンスオペレーションといってこのお互いの協力の姿でコミットメントを示すということを続けていくっていうのが。 すごく大事で,で今、防衛省自衛隊も国際業務が増えて大変だと思うんですけれどもやはりこのアクサこの物品役務交換協定でお互いの,この協力を深めたり今、オーストラリアと円滑化協定とか訪問協定いろんな言い方ありますけれども、まあ、軍と軍が協力できる素地というものをこう地域全体にこう広げていくと。 いうことはすごく大事だしそこにヨーロッパも引き込んでいくということができればあらゆるその現状変更というのは国際問題なんだという状態を作るというのが一つの大きなポイントだと思います。で二つ目はですねあのインド太平洋とかクワッドとかがこう魅力的であり続けるためには自らが魅力的じゃないとダメなんだと思うんですよ。で例えばその中国製品をシャットダウンして技術をこう分けていくといってもそれによってですねいい あのスマートフォンがな,ないし 5G も高いし全然サービスも悪いなんていう世界には住みたくないわけですねだとしたら自分たちがこう作っていく姿をより魅力的にコンペティティブにしていくこれは経済もサービスもそうなんですけど実は安全保障もそうで日本とアメリカオーストラリアと協力するとこんなに安全な世界そしてこんなにこう自由でみんなが活躍できるようなあの世界っていうのがあるんだっていう姿をやっぱりクはッドを中心として示していくっていうのはすごい大事なのかな 思いいいまままししたどううもありがとうございますす佐竹さんお願いします私は簡単にクアッドですけれども、よく中国に対する囲い込みとか封じ込めって批判を受けるわけですけれども、やっぱり中国って非常に力に敏感な国なので、ある種のこう均衡がないと、どんどん,どん,どんこう拡張していって、それがまたその紛争の火種になるということは、大いにあると思いますので、そういう意味でやっぱこうクアッドで均衡を作り出して、その上で中国と向き合っていく、中国とも建設的な範囲を維持していくという、まあ、そういう基本的なスタンスが重要じゃないかなというふうに思います。 はい、ありがとうございます。川島さんお願いします。はい、あの今日のお話で、滝田さんのことは、えー、インド太平洋を加わっていったような長観図というか、非常に高い大きな目線と個別の目線、その両方が必要だという話ですよね。それから、また今お話があったように国際化連携するというものと中国との対話をするというその双方の話、こういうバランスが求められるという話があります。その中でやはり2つ注意点があって1つはですね。先ほどの経済と安保の話が出ました。けれども、も、えー、デカップリングの話以外にこう。ち 経済面で中国に例えば今の台湾のパイナップルをやれてますが、ある部分で過度に中国に依存するとそこは狙われるんですね。ですから中国のサプライチェーンは重要なんだけれども、ある特定分野で中国にすごく頼り切るということがあるかどうかの点検とかですね、そういうことを例えばこれは防衛省言えも NSS かもしれませんがで、しっかりやっていくとかっていう努力とか、それからまた台湾の論点さっき出ましたけれども、日本はやっぱ東アジアにあるので、中国の目の前にありますから。 この東アジアで次何が起きるのか、えー、朝鮮半島、台湾ですね、その東中、南中、このエリアで起きることに関しては、少なくとも日本はアメリカ以上に敏感に対処すると同時に、国益に照らしてどうなることが望ましいのかをしっかり考えて対応していかないと、えー、それこそなし崩し的に現状はどんどん変わっていってしまうんじゃないかというのを思っていします。 現状を日本にとっても地域全体にとっても望ましい形にするというような観点からマルチの枠組みは活,動活用していくべきだと思います。でクアッドは正直、ですねやっぱり4カ国が中心ですからやっぱりその4カ国のストレートな事情が反映されると思いますけどそれを長期的に連携を強化することですり合わせをしていく場として。 でインド太平洋というのはもう少し広い形であの地域ビジョンというものをあのもっと多くの国々を巻き込んでいく場として活用するということなんだろうと思います。その場合、あの神保先生や川島先生が言ったのは国際的なまあ取り組み、つまり国際性とか、あるいはその多くの国を引きつける公共性とか、あるいはフェアネスといったことが。 あの綺麗事かもしれないけれども、多くの国をこちらに巻き込むためには、でそして我々も魅力的だと我々のビジョンが魅力的だということを示すためには、そういったあのキーワードが重要なのかなというふうに感じました。そうです。ちょっとはみささん。ありがとうございます。あの今あの仁保先生のおっしゃった問題の国際化ということは非常に私は大事だと思ってまして。 そういうことが非常に得意なですね。やっぱりヨーロッパの諸国との連携っていうのは、あの実質的に彼らのインド太平洋の関心が高まってますけれども、そういう国際空間での対応ということでヨーロッパとの連携をしっかり考えていく必要があるなというふうに思います。それからあとあの中国の今の非常に大きなあの流れとして、あのインフルエンスオペレーションといいますか、中国が膨大なあのネット空間で 大きな力を持っていますのでそれに対する対応というのを本当に真剣に考えなきゃいけなくて今日本の中でそこが非常にウィークポイントにもなっているかと思いますのでそういう点でもまた欧州から学べるところもあるのかなということであります。で最後にあの私自身が思っているのはあの災害の関係もありますけれども日本というのはまさにディザスタープロンといえば非常に災害が多い国でこれからもです、ね、このまさに10年というのは非常に多くのチャレンジがあると。だからそういうい あの対応をしなきゃいけないということを言い訳にしないで,です、ね、そういう国際的な観点もやっていかなきゃいけない、そういう非常に我々があが、他の国より大変なんだということを、我々自身が自覚してです、ね、まあ、みんなで協力してあのやっていくという、そういうあのスピリットが大事ではないから、まさに健全なるです、ね、競争精神は絶対に持たなきゃいけないと思います。以上です今、えー、タイムキーパーパの方あとと10分と <laughs> これちょっとビデオなんで喋っちゃってますが、私のこの普通のモデレーターは進行がまずくて大体時間がオーバーすることが多いんですが、10分ありますので、大変に恐縮なんですが、えー、ちょっともったいないので、何か皆さん言いたいことがあると思いますので、えー、ちょっとあのご発言をいただければと思うんですが、そのと言ってもあれでしょうから、ちょっと。 ここまでのまとめで、ちょっとまず一言、私が感じたことを申し上げた上で、そのちょっと何かあればですね、何かあればあのご発言い,いただければと思うんですがあの、無理じゃなくてもいいんですけどね、あのやっぱり、えー、結局、えーこのまあ、まさに今これを見ておられる方々に、えー、もお伝えしたいんですが、今日の議論でどういうふうに感じられたかでしょうか。やはりそのついつい新聞はですね、分かりやすく報じようとして、 あの地図かなんかつけてですねこういう枠組みができた要するにこういうグループですね日本やアメリカやああのインドオーストラリアこうなんか囲んでですねこういう枠組みができて協力していくんだとかですねそういう枠組みの話が随分分かりやすく報道の紙面上では、えー、踊るんですけれども今日の議論で分かったことはそれはまあある意味でんですかねこう料理をする際に 鍋を用意してその鍋の中に玉ねぎとか何とかこう材料を入れるというぐらいの話でそこからやっぱりレシピといいますか何をどう料理してそもそもどういう料理を作りたくてですねそのレシピは何なのかとかそのスパイスはどうかとかそういうことを考えなければ料理にもならないわけで非常に枠組みだけの報道はどうしてもそういう分かりやすくそういうところに行ってしまうんですけど。 そこからやはりいろんなこう知恵というものが努力というものが必要でその出発点にいるんだなというふうに私は思いました特にその上でこれから多分皆さん若い方もこの動画を見ておられると思いますのでやはりそのこれから必要になっていくと思うのはやはり今日何回も出ましたけれども中国の頭になって考えるとか ASEAN の頭になって考えるということは出ました散々出ました ということは、やはり相手の国を一生懸命勉強して、できればですね、あの多分皆さんこう頭の、相手の頭になって考えられるのは、相手の国に行って、住んだことがあるということもあると思うんですよね。もしくは何回もいい訪れてるとか。最近、若い人たちがあんまり海外に出張に行,き行くとかですね、住むのが嫌がるということもありますけれども、やっぱりこう相手を知る上では、そういうことが、えー、を楽しめる。 楽しみながらやっていくっていうことが必要でまあ、えー、勉強的教育的に言えば地域研究っていうのがすごく大事だなということが一つとあとやっぱり歴史の重要性っていうのは今日私はとても感じました、えー、今日あの時,間をし時間軸を支配するということですね中国が何をどういうふうにやっていこうとしているか、えー、その勢いをどう考えるかということでそのこれからどこに行こうとしているのかということを 時間軸として知るにはどこから来たのかってことが分かんなければあの言えないですもんねだから歴史ということがやっぱり非常に重要なんだとこの時間軸を今後我々がコントロールしていく上でもというのが、えー、私の教訓で最後にやっぱりこの我々が魅力的じゃないといけないということでですねそういう意味ではやはりこ,うこの日本を、えー、もっとこう魅力的にするということが我々の生き残りのためにも 必要でこの話はやはり防衛と一口に言っても、えー、歴史とか地域研究とかさらには自分たちがどれだけ魅力的な人間国っていうものを作るかっていうことに関わってくるのかなというふうに思った次第です。ということででもまだ5分あるので何かこう言い足りないみたいなことはあればいかがでしょうか はい、あのそんなにあるわけじゃなくさっきあのちょっと焦って言い忘れたこともあるんですがその前に今の鍋の話すごく面白いなと思ってでただどういう鍋をこう準備するかとかそもそも鍋が用意できるのかっていう話があって今日本はいっぱい鍋を用意してするようになってるんだなという感じでそれはそれでいいと思うんですね。ででもおっしゃるる通りそれだけで終わると 結局トークショップで終わるっていうことになるので、その後の内実を本当にこう充実させなきゃいけないぐらい日本のあの取り巻く環境ものすごく厳しくなっているということだと思います。それと私はこれあのどういうあの見てる方々にはちょっと直接は関係ないのかもしれませんけど、まあ小腸での。 そのまあすり合わせっていうことをあのお願いしたいなという気がするんですね。というのはあのまあ外務省あの経産省そしてあの防衛省それぞれ立場があるのは分かるのですがやっぱり同じインド太平洋という言葉を使っていてもかなり違っててで違ってていいと思うんですで違ってていいと思うんですけどそのどういうふうに違うのかとかじゃあ総合戦略として。 インド太平洋は何なのかということを、例えば文書でバーンと出すとか、そういうような取り組みがオールジャパンというのであれば必要ではないかというふうに考えています。以上です。はい、いかがでしょう。はい。あの今の話、あのレシピの話ですよね。ですからやっぱりこれも、えー、食べる人のことを考えるんですよね。<laughs> だからこっちはこれを作りたいっていうのはわかるけど、食べる人にそれぞれが食べたいものが違うっていうときに。 まあ、あまり細かく対応すぎるとこっちが疲弊しちゃうのあるかもしれないけどどれだけ想像力があるかという勝負になるんだろうだからこっちが正しいと思い込んで動くってことが危険だってことなんだ思いですね。からあと時間軸の話にしても重要なことは時代観っていいますかね今,今この時代はどういう時代でこれからどういう世界になっていって自分はどこにどうなるのかってことがこと 国ごと地域ごとに相当に違う、もちろん個人ごとに違いますけど、相当に違うわけですね。そのズレみたいなものを把握しないと、それもさっきの話と同じですが、すぐ03になったり、自分の正しい相手が間違いになってしまうので、そのあたりのこう見えてる世界がこの時代にインターネットで情報をつながってはいても、実は前よりもはるかに違っちゃってるという、この状況をどれだけこう、まさにこれも想像力かな、ちゃんと調べて、把握して、相手のことを想像できるかという時代に入るので、 やはりあの教育の現場もとても難しいですしメ,メディアも含めて役割というか責任が重いなというふうに感じました。以上ですそうですね時代観という言い方でもいいかもしれないですね。歴史観というか時代観といいますかね。いかがですかあ結局じゃあすみません、3人おまだご発言ないんで3人ご発言いただいてこれが本当の最後の発言で、えー、3分ありますので、えーまあ、1分。 今、日ぐらいいいでお願いいたしますあの今川島先生の方からインターネットの話が出ましたので、コロナ後のやっぱりその防衛協力のあり方というところで、デジタル化をもっとこうどんどん取り入れていかなきゃいけないなって、現場でも非常に感じているところでありまして、例えばその冒険が政策シミュレーションというのをずっとやってるわけなんですけど、結構これがそのインターネットでオンラインでやると非常に相性が良くて、データの共有とかそのグループ分けなんか、非常にあの簡単なんですよね、ネットでやる方がむしろ。 でもちろんその交流っていう部分を重視するんだったら対面でやった方がいいと思うんですけれども、同時にやっぱりそのデジタル化っていうことがあればそのいろんな国がやっぱり参加できるとこともありますのでこれやっぱ加速的あの加速度的にやっていかなきゃいけないなっていうのが一つあります。であともう一つはそのコロナに対して脆弱な国にどうあの配慮するかっていうのは防衛省ョもっと真剣に考えた方が多分よくてで、特に東南アジアとかですね、あと太平洋の島諸国っていうのは非常にやっぱ大きな打撃を受けていて観光業なんかに非常に多く寄ってますので。 でそういうところにまた憲主体制の国があの付けいってそのコロナ支援とかで入ってくるってところありますので、そういうところに対する手当てっていうのをもっと充実させるっていうのがあの重要かと思います。はい、ジンさんいかがでしょう。はい、あのまあ一つは時間軸の話で、あの私たちが若い頃、2025年スタディみたいな <laughs> あのものをやってもうすでにその時代は来てしまって、で当時を考えると。 そのフューチャースタディっていうのは間違えることもあるんですけれども今の教訓っていうのは当時考えたことよりも時代を早く動いた、えー、ということだと思いますでこれが今もし学生の皆さんが見ていたらその方々が活躍する2040年とかにどういう世界になるのかっていうことを考えながらやっぱり自己投資もしてほしいしあのどういう,こう職業や道を選んでいくのかということを 考えて欲しいとであの新興国という言い方は鹿島先生に怒られちゃうかもしれないんですけど <laughs> 間違いなくこの広がっポートフォリオ、力が広がっていくわけですねで。そこにやはり自らを投影することがどれだけ将来の力になっていくのかということを想像する機会になるといいなと思いまますすこれがが本当にに正正の最後になりますが高水さんお願いします。 はいありがとうございますあの私はやっぱり危機感を持つと、日本が世界の中で置かれている状況に危機感を持つ、それから個人がもっと努力しなきゃいけないと、やっぱりあのインディビジュアルなインパワーメントというのがないと、日本全体の力が上がらないということだろうと思います。それをどうやってあの続けていくかということで、まさに人材、若者ですねの努力というのに非常に期待したいと思いますし。 私もそこを目指していきたいと思っています。とにかくあの成長し続ける力っていうのを個人が持たなきゃいけないなということを今日話を聞きながらつくづく思いました。どうもありがとうございました。本当にあの私は今日は本当に普段の取材もそうですけれども、えー、今日司会ながら多くのことを学ぶ、えー、学ぶというか気づかされることがたくさんありまして大変勉強になりました。 えー、最後にやはりこう思いますのは、えー、自分の家族が良くなればあ日本世界を良くしたければまずは世界を良くしようと思うんじゃなくて日本を良くする日本を良くしたいと思ったらやはり自分の町もしくは自分の住んでる地域そしてその地域を良くしたいと思ったらまず自分の家族自分の家族を良くしたいと思ったらやはり自分自身が こう魅力的な人になるっていうことで、まあ結論はですね、非常にこうテーマはクワッドとかインド太平洋とか大きいんですけれども、最終的には自分がどう生きるのかっていうことに帰ってくるのかなというふうにも感じました。えー、長い間どうもありがとうございました。えっ、ー、パネリストの皆さんも本当今日はありがとうございました。これにて終わりたいと思います。失礼します。以上をもちまして令和2年度防衛省シンポジウム戦略的な国際防衛協力の推進 自由で開かれたインド太平洋ビジョンを踏まえた防衛省の取り組みのプログラムを終了とさせていただきます。